これもめちゃくちゃ補強するやろ。森は阪神決まりか。まあ森と浅村は取れるやろ。ロハス放出するの。来年は3割30本いけそうな気がするんやけど。2億6300万やぞ。3割なんて夢のまた夢。あいつがどんだけ減俸飲むか次第やろ。オアロハス。5000万ならワンチャン残してやるわ。ロハス解雇してロハスよりマシな外国人取れる可能性どんだけあんねん。ロハスよりマシな外人とか絶対来ないわ。そもそもサンズを解雇したのが間違いだよね。ロハスマルテは保険でどっちか残すんじゃねえの。監督変わるし大物助っ人来そうやな。